小野選手、はい、もう待ってます。はい。私も初めですよ。小野聖奈選手にいくつかの質問しまーす。どうですか。まずどうしますか。それじゃあピーちゃん。え、ピーちゃん。ね、これじゃね。そうだ。私ヒロカちゃん。あ、そうなんです。そう。通称ピーちゃん。そうなんだ。そんでなんか質問ね、あるっつったら、これだけ真面目に書いてくる。ピーちゃん、ピーちゃんか。すごいよ。じゃあ最初は多分いろんな方から聞かれてると思うんですけど、うん、はい、ボートレーサー自体をこう目指したきっかけ？あ、きっかけ、はい、記者か。きっかけは父がボートレースが好き で、うん、で父もなりたかったみたいなんですけど、そうなんですね、なんか勇気が出ずにな、願書出さなかったらしくて、うん、で自分もずっとなれなれって言われてて、うん、最初は怖くて嫌だったんですけど、見に行ったら、あ、なんか楽しそうって思って、すごい楽しいのはこう見てはなんか体感するんですけど、うん、自分がこれに乗るっていうなんか想像が私はできないので、あ、私も全然できなかったですけど、なんか男女がその体重のハンデだけで、そうですね、同じフィールドで戦うっていうのがかっこいいなと思って、うん、はい、やろうと思いました。女子だけのこうレースと男女混合のレースって、はい、やっぱり気持ち的なものは違うんですか？気持ち的には一緒ですね、うん、けどやっぱレース内容とかスタートとかそういうのも全然違うと思うんで、うん、女子も女子なりの難しさもありますし、一般戦もやっぱ厳しさもあります。そうですよね、はい、やっぱ男性の選手がいると負けてらんねえなってね。なりますね。そうか、小野選手はそっちのタイプなんですよ。じゃあね、男子の方が燃える感じですか？負けず嫌い。女子同士の方もね、結構燃えそうじゃないですか？でも女子って200人ちょっとしかいないから、うん、癖も分かるし、大体もう分かるんですよ、うん、こうするだろうなっていうのが、でも男性って1400人ぐらいいるから、もう分からなくて、うん、誰がどういうとか、うん、だから逆にそういう緊張感はありますね。予想と違うっていうのもありますし、うん、どんな人なんだろうっていうのもあります。確かにね。なんかその若い頃なんですけど、うん、こう誰を目指してたとか憧れの選手とかおったんですか？あ、でも最初に見に行った時に、うん、島崎元志さん の、 あの写真が載ってて、うん、あ、かっこいい。顔かい。そこ走るじゃなくて顔。びっくりしました。かっこいいよね。かっこいい。なんであんなかっこいいんやろね。びっくりしました。その時ね、坊主だったんですよ、まだ、うん、訓練中に撮った写真で、はい、坊主の写真を見て、こんなに坊主でかっこいい人おると思って、うん、そこがね、もう衝撃でした。あの、ダメですよ、ファンがボートレーサーになっちゃう。元志さんとね、企画で一緒に仕事したいとか。そこまではあのストーカー的なあれではないですでもやっぱり最初にじゃあ元志さんと話した時とか、はい、ドキドキせんかった？びっくりしました。元志さん、あ、同じペラグループなんですよ。まあ、ペラ小屋で初めて会った時はびっくりしました。うわ、生元志さんやと思って何話したか覚えてる？喋れなかったです、最初。もう何か話しかけていた？いや、覚えてないですね。もうオーラがすごすぎて、多分よろしくねみたいな感じだったんですけど、お願いしますみたいな。あ、その時、じゃあ写真見て、はい、かっこいいと思ったんですよと、そんなこと言えなかったんですよ。言ってないですね。言ってない。そんなの、これ本人に言ってないの？言ってないです。未だに？多分言ってないです。あ、そうなの、はい、こうやって聞かれた時にはたまに言ったりとかしますけど、うん、本人には言ってないし、多分知らないと思います。うわ、ちょっと元志くんに絶対見ていただきたいですね、これね。絶対見ないでしょ。じゃあちょっと言います、見てくれと。わかりました。はい、そしてひとしさんはちょっとジェラシーだと思いますよ。いやいや、ひとしさんは俺はって思ってますよ。はい、ひとしさんは2期しか変わらないんで、1年しか変わらないから、はい、目指してる時に見てたのは元志さんでしたね。そっか、はい、でもひとし選手も顔かっこいいですよ。かっこいいですね。ひとしさんは顔もかっこいいし、うん、性格も男らしくて優しいし、練習もすっごい付き合ってもらったんで、感謝しかないです。16年目なんですけど、うん、本当にお世話になった2人です。じゃあですよ、小野聖奈選手の中で、はい、ボートレース界で、はい、一番のイケメン誰だと思います？イケメン、はい、総合力でいきますか。ほいじゃ、性格、顔、走り、まあいろいろあると思うんですよ。あ、それはひとしさんですね。へ、そこひとしくんないんや。もとしくんじゃないんや。
元志さんよりも仁志さんの方が、あの、いっぱい飲みに行ったことがあるから、一緒に飲んだら楽しいですね。あら、の、いやいや、それじゃ仁志君とね、結婚したらよかったのにっておじさんは思っちゃうんですよ。こっち、仁志さんも仁志さんなりの考えがあるそう、ね、一人のこちらが盛り上がっても、ね、一人が盛り上がっても、はいはい、向こうの意思もありますから。そうですそうか、うわ、すごいね、こんなん危険やったわ。聞けないですよね。いや、でも仁志さん人気だと思いますよ、やっぱり優しいから、レーサーの中でも、はい、あと、あれですか、その走りとかで、うん、この人のターンすげえなとか、うん、この人の技すげえなとか、それはいっぱいいますよ。いっぱいすぎるよね。いっぱいいます。これ女子に絞った方がいいんかな。あ、確かに。そしたら女子は自分が一番。いやいや、それは絶対ないですいいよ言ってもいいよ素直にもう私も全然あのそんななんかテクないんで。ありますよ。ないです、ないです、練習中です謙虚めっちゃ謙虚A1 の方が。いや、でもみんなそうだと思います。練習中っていうか、すごい向上心のある人が今上手いと思います。ああ、そうなんですか、はい。じゃあ、その例えば、まあ、P ちゃんは池田向上氏なんですよ、はい、池子さんもやっぱりすごいですか。すごい。何がすごいですか、池子さん。なんだろう、レバーがうまい。レバーでかけ方がすごいうまいなと思います。ちょっと具体的に教えてもらっていいですか、素人でも分かるレバーのかけ方って。レバーが左手でハンドルが右手なんですけど、アクセルですよね、はい、でブレーキがなくて、やっぱりスピードダウンとこのハンドルを切った時のエンジンとかボートの負荷で止まってターンしないといけないと思うんですけど、うん、そこが難しいんですよ、はい、その加減っていうか、うん、でもその上手い人はやっぱりスピードダウンの仕方も上手いですし、加速の仕方も上手いからターンが速いと思います。そうか、そうか、はい、あと誰聞きたい。石野さんとかも聞いてみたいな。あ、石野さん、確かに石野さんかっこいいですよね。いや、また見た目や選手になる前は本当に石野さんのファンで、めっちゃかっこいいなと思って。ちょっと待って、元志くんのファンじゃなかったの。元志さんと石野さんと、うん、須藤さん、須藤ひろみつさん、須藤さんね、三大柱で。そうですね、須藤さんも西山くんのところにいます。あ、そうですね。だって西山くんの家によく泊まってますもんね。すごい。はい、仁志さんもね、仲いいし。ですよ、西山さんと。はい、じゃあ、元はやっぱ西山さんなんですか。そうですね、西山くんはどこがすごいですか西山くんの。西山さんは、西山孝弘選手の、なんかいつも悪いエンジンとか結構引くのに、うん、最後まで諦めず整備して、はい、試運転もして、してますね、ちゃんとレースしてくるのがすごいです。僕喋りって言うと思ったんですよね喋りの方でしたねレースの方ちゃんと言ってくれましたすみません。いやいや、違う、真面目です。いや、西山君良かったですねいつもなんか勝利者インタビューで顔真っ白に塗ってとか、なんか面白いからそこばっかり挙げられてるけどそういう人向きなところもあるってことですね。はい、そっかそっか。女性目線の質問をしたいんですけど、もともとアイドルをやってて、はい、やっぱりこういろんな女の子がいる中で美容とかの知識をこう入れていくんですけど、美容リーダーみたいな人っているんですか。あ、いますよ。誰ですか。津田ひろえさん。ねえ、あの方美容ですが、すごいですか。でもすごいですよ、最先端なことやったりとか、よく教えてもらいます。例えば何を教えてもらったんですか。なんかクレンジングとかも、あなたの肌はこれを使わない方がいいって言われて、美容部位、美容部位、これ捨てなさいみたいな。二十歳ぐらいの時もすごいニキビがバーってあったんですよ、うん、それが治んなくて、うん、で津田さんに相談した時に、うん、クレンジングがダメって言われて、で変えたらニキビがなくなりました。じゃあすごい、じゃあすごいじゃないですか。師匠です。ボートじゃなくて美容の師匠ですね。いいな、津田選手が。そうです。この人すごいわみたいな人います。やばいわこの人みたいな。変わってるのは後輩ですけど、うん、はい、あの中尾さやかちゃんは変わってると思います。双子の、はい、双子の一人ですよね、はい、中尾さやかさんの方ですか。中尾ゆうかちゃんも変わってるとは思うんですけど、私はさやかちゃんと結構遊んだことがあるんで、うん、遊んでる中でわーどこの星から来たんやろって、親御さんが見てたら申し訳ないですけど。どういうことどういうところで思うわけですか。発言とか行動がですか。はい、発言も行動もだし、でもめちゃくちゃいい子なんですよ。素直だし、行動派だし、すごい真面目なんですけど、中尾さやか語みたいなのがあって、言葉がね、普通ハンドル切るっていうじゃないですか、けどなんかおひるさんにこうあの
若い子がバーって集まって掃除を教えてもらってる時に、ウィルさんはどうやってハンドルをしならせてるんですか？ハンドルしならない、しならない、ハンドルはねえ、しならないよ。ってなるんだ。しならせてる、変形しちゃってんだ。一瞬さ、ウィルさんもえみたいなんだけど、多分優しいから、うん、あ、俺はこういう感じでみたいな流したのじゃあもう今年というかもうね、ちょっと目標を聞かせてもらってもいいですか、うん、はい、はい、産休で1年ちょい休んで、で B2 からっていう、まあ、初心に戻れたいい機会でもあったんですけど、うん、やっぱりグレードレースとかも出れなくて見てて、うん、やっぱキラキラしてかっこいい世界だなと思ったんで、うん、私もあの G1 とか G2 とかまた走れるようにしっかり点数も残して努力して頑張りたいと思います、うん、はい、はい、ということで今回ゲストですね、小野瀬奈選手でございました、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。よく部屋一緒になる人って誰なんですか？あ、聞きたい、よく、はい、言いましょう。最初はグー、じゃんけんポン、イエーイ。頑張ってください。ありがとうございます。頑張ってください。次のフライに買います。買います。で、あの今回ですね、琵琶湖で行われるんですけども、はい、その琵琶湖のイメージというか相性というか、はい、あれどうですか？走りやすくて、なんか雰囲気も好きですね。見晴らしもいいし。なるほど。はい。じゃあもうここで優勝宣言しますか？そうですね。そしたら僕らも買いやすいですよ。ああ、そうですね。もちろん優勝したいです。それはみんな言うね、はい、優勝したいですよね、はい、気持ちはですね、思います、はい、ここで BTS 三宅からプレゼントのお知らせです。今回出演いただいた小野瀬奈選手のサイン入り色紙とメッセージチェキを抽選で4名様にプレゼント。応募方法はボートレースチケットショップ三宅のインスタ X をチェック。締め切りは2月25日日曜日いっぱいまで。また2月24日土曜日と25日日曜日にてボートレース琵琶湖限定のポイント還元祭を行います。琵琶湖の全レースが対象でキャッシュレスポイント還元率がなんと10倍。ぜひご参加ください。そして2月25日はこちらの予想会も行います。たくさんの方々のご来場お待ちしております。